はい、というわけで今大晦日の夜21時ですね。まあ年末ということでちょっとね一人おごそかな気持ちで近所の氏神様に今年1年のお礼をねしに行きたいと思います。行ってきます。はい、というわけで大晦日氏神様のご挨拶にやってきました。行ってきます。はい、というわけで2020年のお礼をしてきました。君の名はでね使われて聖地巡礼と言われてねちょっと有名な菅大社なんですけども、まあ、コロナの影響かご覧の通り誰もおりません。はい、明けましておめでとうございます。2021年1月1日0時を回りました。明治神宮の表参道にいます。家から近所なんでちょっと立ち寄って様子を見に行きました。いつもはねすんごい人数が並んでる明治神宮ですけど、今年はコロナということで神社も自粛ということで開いてません。はい、おはようございます。昨夜はね大晦日ということで近所のね氏神様のところに1年間のね感謝をお伝えしに行ってきたんですけど、これからね川崎大師にごま炊きに行ってきます。今年1年大切な人たちが大きな病気や怪我がないようにね1年幸せに過ごせますようにということで行ってきます。はい、というわけでこれから経営者の仲間たちと少人数のね会食がありますので行ってきます。いろんな情報交換をしてねまた新たな発見や気づきを求めて行ってきます。はい、1月3日です。昨日はね一日愛用の Kindle ペーパーホワイトでねゆっくりと読書しながらご飯を食べに行ったりして過ごしました。今日はねこれからジムに行って夜ねちょっと会食があるんで行っていきたいと思います。では引き続き最高の一日にしていきましょう。というわけでジムも終わりました。
今日もね、朝からたくさん本を読んで、ジムでたくさん体を使って、そしてこれから会食に行ってね、たくさん笑って、たくさん食べて、終わったらさっさとお家に帰ってお酒も飲まずにたくさん寝るということで、今日も完璧ですね。僕はいつも毎日心がけてることがあって、それはたくさん頭を使うこと、たくさん体を使うこと、たくさん笑うこと、たくさん栄養を取ること、そしてたくさん寝ること、これを常に心がけてます。やっぱり一日一日毎日に悔いを残したくないんですよね。今日も完璧だな、今日も最高だなって思いながら眠りにつきたいんですよ。っていうのも、僕自身ね、今までの人生にものすごくたくさんの後悔を実はしていて、例えば10代の頃ね、もっと勉強しておけばよかったとか、もっと野球をちゃんと真剣にやっておけばよかったとか、格闘技もね、もっと真剣にやってればとかね、そういうような後悔が実はたくさんあるんですよ。後悔ばっかりしててもしょうがないんでね、大事なのはこれからをどう生きるかっていうことになるんですけど、例えば同じように50歳60歳になった時に、30代の時40代の時もっとこんなことをしておけばよかったって後悔するようなことは絶対にしたくないんですよ。もう二度と後悔をしたくない。だから一日一日を悔いを残さないように毎日生きていくっていうことを心がけてます。未来を作るのは今日という日の積み重ねでしかありませんから、今日という日をねサボってしまったら絶対にね将来後悔する日が来ると思ってるんですよね。外的な要因は一切関係なく、しっかり毎日ねたくさん頭を使って、たくさん体も使って、たくさん笑って、たくさん栄養をとって、たくさん寝ると、この積み重ねがね自分の明るい未来を作ってくれると信じています。というわけでね、これから会食に行ってきます。たくさん笑って、たくさん食べてきます。行ってきます。Thank you.